ハリムシ感染症は、腸内寄生虫の一種であるハリムシによる感染症である。感染初期に感染部位にかゆみや発疹が発生することがある。ハリムシの数が少ないと症状が見られない場合がある。多数のハリムシに感染した場合、腹痛、下痢、体重の減少、倦怠感などの症状が見られる。子供の場合、精神的及び肉体的発達に害を与える。 可能性がある。貧血を起こす場合がある。一般的に人に感染するハリムシ感染症には、ハリムシ症とアメリカバリムシ症の二つあり、それぞれ、ハリムシドゥオデナールとアメリカバリムシが原因である。ハリムシの卵は感染者の瓶に沈着する。これらが幼虫に孵化して皮膚に潜り込み感染する。この他にも、汚染された食品から感染が拡散されることがある。 危険因子には衛生状態が悪い温暖な気候で裸足で歩くことが挙げられる。診断は顕微鏡で瓶のサンプルを検査することによって判明する。ハリムシ感染症が一般的に見られる地域での個人レベルの予防は裸足で歩かないことである。大衆レベルでの効果的な予防は屋外排泄を減らすこと、生の糞便を肥料として使用しないこと、大量の苦中である。 治療は通常医薬品のアルベンダゾールまたはメベンダゾールの1から3日間の投与である。貧血の人には鉄分サプリメントの投与が必要な場合がある。2015年にハレムシに感染した人数は約4億2800万人である。重度の感染症は子供と大人の両方に見られるが一般的に大人の重症化はあまり見られない。ハリムシ感染症が 致命的となることは稀である。ハリムシ感染症は土壌電波前中症であり、帰り見られない熱帯病に分類される。ありがとうございます。